はい、皆さんこんにちは、初中です。今日は前から気になっていた大垣にある、あの廃墟団地に来ました。団地時代は、3つあります。では今サポートの、トシ君がカメラ持ってるんで、僕が持ってちょっとあの中には入れないので、あの外から外見だけでもという感じでやっていきたいと思います。はい、まあ、これが一番先頭の団地の後ろです。もう築100年ぐらいいっとるくらいかな。1,2,3 5階建て1,2,3 1,2,3 ああ5階建てね。でこれが 2棟目の5階建て。4階やあれ1,2,3 ああ4階か、4階建てで、その後ろにあって合計3棟ありますね。まあ見るからこの色からしてなんですよね。これ自転車置き場で、多分これここからが、正門になると思うんですけど、向こうに抜けれるようになってます。で、こういう入り口には全中に入れないようにこういうのあるもんで、まあ外見からだけの、撮影になります。アルミのサッシは綺麗やな。すごいあれだね、アルミは。やばい。何、沖縄に行けばこの100年ぐらいのこれぐらいのやつはよく見るよね。ね、2階建てでね、団地じゃなくて。でちょっと進めていくと、さっきトシ君がなんかね、この木がすげえよってなんかトシ君が言ったもんで、じゃあトシ君ちょっとじゃあ説明お願いします。あ、声だけでいい。あ、じゃあ声だけでお願いします。あ、メガネする。はい、メガネしたら、はい、サングラス、サングラス、あ、サングラス、はい、これみたい、これみたい。今日のトシ君はね、すごい派手な服着てますね、稽古職の。これ下から生えとるんだよね。あだな、下から枯れ木や枯れ枯れも枯れとるけど、生えとるけど、これフェンスはもうぐるぐるってやって、下から生えとるんやね。そう、下から生えとるよ。人が勝手にこうやって結びつけたんじゃない。違う、下から生えて、あのフェンスを巻き込んじゃった。すげえありゃ、なんだこれやね。これ珍百景に出したらなるかもしれない。長いな、長いな。このぐらいじゃダメだよ。じゃあ一番後ろのとこかな、3棟目のとこ行きます。家庭の湯はこれ、なんだこれ。あんまり映しちゃうと、家庭の日なんてあるの？毎月家庭の日あったんだろうね。なんだそれ。うわぁ、もう草がもう荒れ放題ですね、これ。あ、これ。あ、これ多分正面の人だね。この団地と、まあこれ2号、真ん中が2号棟ってしたら、こちら3号棟になって、もう、下の方はもう、草が生え放題。まあ当然ここも入り口なんですけど、これ入れません。はい、体の眺めえんだ。まあだいたいこの机ですね、4階建ての。わ、真ん中に貯水池みたいなのあって、結構こういうの結構取りに来るとおるんだって。おるんじゃないんじゃなくて、先週おったやろ。多分こういうのは、潰すにしてもお金がかかるので、多分放置状態なんですよね。で、まあこれ3号棟なんですけど、一番北にある。で、あ、ここは舗装されてもるもんで、一応はあれですね、ちょっと前出て、一応はここは舗装されてて草がそんなに生えてないですね。で、これこっちにも自転車置き場、この自転車置き場だけはなんかめちゃくちゃ綺麗に見えるんだけど、なあ。じゃあ今度これの真後ろに行こうか。では、ピッカピカのポストあるね。綺麗やな。綺麗やな。
いい後ろの背景と全然違う。街歩きでいい、ね、後ろの背景がこの団地ですからね。あ結構その差がすごい。いや昔ね、あれやね、タモリクラブかなんかで、ね、こういうのやってた。廃墟土？あの、いや、普通に街巡り。ああ、うん。まあまあ、それをちょっと、だから今思い出した、このような団地が、3棟あります、ということで。で、もうあれやね、団地のこの入り口かな、ちょっとアップするけど。もう板でもう入れないようになってますこれ、はい、こっちもそうですね。これあれやったもし心霊やったらね、うん、心霊スポットだったらもし人が怒ったら怖いなだまあまあ この後にあれじゃない、まあ、一応これ一応玄関出してる、人間がねバーって映ってたら怖い。影とかな、まあ写真撮ってそういうのはずっとだ怖いよ。写真とか動画でもあるんだよ。ああそうか。でもあれな、そんな何、廃墟病院じゃないんで、そんな霊気は ないような気がするんだけど。いやいやあるよ。例えばここに住んどってあのなんか一人住まいでそこで死んだ人もいるんで。ああ。あ、じゃあここに立てて終わりましょう。うん。あれ。よいしょ。はい、皆さんどうでしたか。今日は、岐阜県大垣にある廃墟団地に来ました。はい。ということで、この後ぐらいは、体を清めにお寺とかに行きたいと思います。じゃじゃじゃん。あ、都市映らんかったけど大丈夫ですか、ね、はい、では、はい、あ大丈夫です、はい、じゃあまたお会いしましょう。初住でした。またね。ゲッツ。